あ、もうこのまんま、もう何も鍋とかいらずにこのレンジでできるっていう。めっちゃいいこれ。やったー。ポテチ食べて、ポテチ。めっちゃいい匂い。匂いしない。あ、めっちゃいい匂い。かわいい。なんかちょっと幻想的な。花輪チャンネル。どうも、花輪でございます。私ママです。今日はですね、横浜駅のあたりで今いますけれども、こちらですね、スリーコインズさん、今話題ですけども、ね、まあ、300円ショップ、税込み330円、まあ、それ値段以外のものもあるということですけど、今話題なんですけど、ちょっとこのスリーコインズさんでいろんな商品を買って、何を買ったのかご紹介したいなと思います。はい、それではスリーコインズ爆買いスタートです。花輪チャンネル。さあ、買ってきましたスリーコインズの商品ね。勝利君もここから参加です。ママと俺でそれぞれ欲しいものを、買ってきました。俺から紹介していきたいと思います。いいですか。はい、じゃあまずこちらからいきましょう。はい、じゃん。これは勝利も、勉強とかするときに使えるやつなんですけど、座布団なんですが、なんと USB が付いててあったかくなるんです。ほら、ここで USB、 このコードが付いてて、これであったかくなるという。自分の部屋で使ったらいいね。見まして、こちら、はい、これはですね、鏡です。自分の部屋で使えばいいじゃん。いいんですよ、はい、うん、ほら、こういう鏡ですね。これかわいいでしょ、これ。ストーリー君もこれ鏡使います？使わないよ、だってどうせポーズだから。ここキュッて、ここをクッて締めれて、じゃないですか、うん、固定できて、こう、この鏡、うん、鏡買いました。鏡、はい、続きまして、これあの、うん、ポーチですね。透明になってるからこれ見えるんですよね、うん、だからこう、例えばドラッグ薬とか、あの、いろいろあるじゃないですか、ドラッグ薬、うん、まあ、あとはまあ、なんか小物ね、入れるときにこう見えるからいいかなと思って、こう取りやすい、うん、あ、そうね、確かに、かわいいね。うん、勝利君的なアイテム、じゃん。これみんなで使う、これ何だと思います？これ何だと思いますか？なんだろう、スピーカーみたいなやつ。そう、だから Bluetooth で携帯の音楽がお風呂でも聞けるって、うん、いいでしょ、うん、これはいいじゃん。だっていつもあれ入れてるからさ、防水の音楽で繋げるの。これ Bluetooth で繋がります。こういう感じになってて、ここにこう、風呂以外でも大丈夫でしょ。まあそうね、お風呂だとこうプチッと押して、ここにこれ吸盤がついてるから、こういう感じで貼り付けて、こうやって受けるから、で、ここから音が流れる感じです。これにはこれも必要だということで、こっち買ってきました。はい、これ、これもお風呂の中に、ちょうど、そうそう、これに入れて、これで聞けるという。今日やる、うん、やっていい。ほら、ここに入れて、で、ここで入れながら、ここの音で聞いてたし、今までは、うん、でもそれはここから聞こえるってこと。これをこうつけるじゃない、うんうん、ベトって。そうすると、ここに、ここでスカンって入って、こうやって固定できるってこと。だからそこ、ペタってどっかくっつけるっていうことか、うん、つけるよ。シェイよかった。はい、続きまして、あ、これもなんかポーチだね。ポーチ好きだね。うん、結構必要だから、バッグの中にね、入れてる。女の子みたい。大事なんで、いつもポーチに買うから。続きまして、こちら行きましょう。これそればっかりだね。うん、こういう意外とね、やっぱね、スリークエンズ女性向けのお店だから、結構あんまり男性でもなかったんだけど、これは非常に、これ欲しいねとか、これがね、いい、よくて、寝ながらスマホが見れるという。これそれ何回も、あー、それ、ま、あー、なんかそれ見たことある。こうやってこうしてる、なんか買ってたね、前ね。ここにこうして、やだ。え、これ距離もこういけるから。絶対鼻はそれ見れないよ。絶対見れない。老眼それ見れない。近くもできる。これでこうやって見る。絶対見れない。老眼だったらもっと離れて見ない。全然見えるよ、これ。ほら、近っ。で、近いって。でもこれ、あの、勝利とかいいかなと思って。うん、もう延長で。うん、それこうやってみな。もらえるの。いいよ。どう？なにこれ？やだー。めっちゃいいこれ。やだー。なにそれ、ママ引くよ、そんなので YouTube 見てたら。めっちゃ引くんだけど、やだー。それポテチ食べて、ポテチ。やだー。
すげえこれ。ねえ。やめてもうそんな買ってくんの。すげえ迷惑なんだけど。あとこれだ。これはあのお風呂とか入ってて、例えばお風呂とか入ってて、まあ、ちょっと適当にピッ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 ってすぐ掃除できちゃうやつ。例えばこれです。これはあの歯ブラシ置き。これもデザイン可愛いでしょ。軽装度になってるから、うん、こう水が下にこうたまらないっていう。はい、塗ってや俺です。え、はい、それで終わりなの？うん、終わり。こんなもん。はい、じゃあママお願いします。花はチャンネル。まず、はい、これ。なんすかそれ？マイクロファイバー。掃除するときとかにめちゃくちゃいいの、この。こう拭くときとかの、何あの、水垢とかつかないやつ。綺麗に汚れが取れる。あ、そう。三枚入りかな？三枚入りのこれ。いいね。うん。茶色っていう色がいいんだよね。うん。汚れがさ、汚れてもさ、うん、目立たないじゃん。なるほど。あとこれ。何ですかこれ？シリコンフードパック M だって。シリコンフードパック。うん。はい、これ何回も使えるから。これはどういう時に使うんですか？レンジでも使えるし、電子レンジいける。食材とかもなんか煮込めるみたいな、この中で。へぇー。グツ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 って。鍋の中にこれ入れて、グツグツグツ、この中でも煮込むこともできるし、普通のこれってバッテリーも使える。これ使わないだろ。これ使わないでしょ。いいね、かさばんなくていいよね、ここはね。ぺちゃんこになるから。うん、じゃん。はい。あ、これ絶対便利だなと思って買った。ハサミ？何これ？みじん切り用のハサミだって。あ、みじん切り用なんだ。お花輪にさ、お願いするときあるじゃん、うん、これみじん切りにしてくれるよ。こうやって、もうこうするだけで。おー、すげえ。シャキシャキ。おや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 、もう怖い怖い、やめマジでマジでダメ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 に決まってんだ。一回だけ。ダメダメダメ、一回で何回も切れちゃうんだからやめろ。はい、これ何すかこれ。エプロン。おお、エプロン可愛いな。あと銀ガム、うん、チェックで、うん、こんな感じ。もういいじゃないですか。可愛くない？うん、いいね。え、そう、軽くていいと思います。うん、で鼻輪がこうやってやってもいいと思うよ。うん、そうね、かわいいと思うよ、うん、花輪さん。はいはい、パパかわいい？うん、無料だろ。よく言えたね。うん、なんかね、これね、パスタとかさ、茹でる時とかにさ、うん、ボウルが必要じゃん、いつも、うん、じゃなくてボウル入れずに、うん、いらずに、うん、ここでじゃーって湯切りができるっていう。こうつけるとでしょ、こう、うん、これをこうつけて、でこういうふうに捨てるってこと、うん、なるほど、確かに。そして、あとこれ、これでね、即席ラーメンとか作れるの、すごくない？そうでしょ。あ、もうこのまんま、もう何も鍋とかいらずにこのレンジでできるっていう。え？電子レンジラーメンが作れる。分量のお湯入れて、麺入れて、うん、電子レンジチーンってすれば。すごい。え、じゃあこれ、札幌一番とかこれ。あ、これでできる。このままに中入れて、うん、そのままお湯入れて、そうで電子レンジでチーンってすれば食べれちゃうってこと、うん、食べれちゃう。すごくない？すごい。いろんな汚し物が出ないからいいよね。うん、確かに汚し物が超楽だね。超楽。これも汚し物が1個減るじゃん。うん、そうだね。そう、じゃんじゃん。何ですかこれ。お弁当箱。あー、かわいい。一回蓋閉めてからのちゃんと。なるほど、漏れないんだ。これとお箸もセット。お箸も買った。かわいい、なんか和な感じ。開けて、ちょっと和な感じです。和柄でいいです。あったかい感じがするでしょ、うん、いいのね。いいね、本当だ。はい、おー、いいね。はい、あとこれも弁当箱入れもちょうどあったから。おお、なるほど。これこうなってるから、うん、中がね、うん、なんか保温みたいになってるのかな。本当だ、ね、保温になってる、うん、こうやって入れて、うん、こうやって入れて、うん、ちゃんと入るのよ、ちっちゃい風に見えるでしょ、ね、いいね。はい、花輪さんどうも。ありがとうございます。頑張ってきてね、お仕事。いってらっしゃい。嬉しいね、これはいいよ。コンパクトでいいよね、うん、なんかいい、ちっちゃいから。これ、何これ。なんか洗剤、なんか洗剤が、うん、洗剤を入れるボトルだって、うん、これに洗剤入れんじゃん、うん、こうやって出すんだ、ここ。あ、手がこう、いちいちさ、はい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 、洗い物してたらさ、こうやってやんなきゃいけないじゃん、スポンジに。なるほどね。二
2つ買ってきた。そっか、意外とこの作業ってめんどくさいもんね。うん、やってる時にね、うん、これが、この手間がこれで終わるってことでしょ。これってね、意外とね、この手間なんかわかんないけどさ、これもね、だいぶだいぶこれだけでも楽なんだよね、人間ってね、気づかないけど。だからこの食器洗剤とかスポンジこう持つでしょ、うん、でスポンジ持ってこうやってやるじゃん、こうやって、うん、で、これで置くじゃん、うん、で、この手間が、うん、これはもうこれで終わっちゃうと思う、うん、こうするだけ、うん、じゃーん、これ何ですか、これ。お、これなんか勝利とか、うん、あの花輪とか龍之介のためにちょっとこれ買ってきた、うんうん、おぉ、私書き置きとかするじゃん。あー、伝言、うん、伝言版ちゃんとレンジで温めて食べときなさいよとかさ、うん、冷蔵庫の中あれが入ってるよとか、そう、勉強とかでも使えるじゃん。マグネットになってるんだ。何してんの？じゃあこれ消えるから。え、消えんの？あ、消えない？プレプってしたら消えるはずなんだけど。電池がいります。ここどう書くの？さあ、何を書いてるでしょうか？あ、わかった、もう俺もわかった。何？パパ、もうこれ消えません、電池買うまで。これも伝言版で買いました。あと、はい、はい、何でしょう、これは。あ、ソックス？アームウォーマー。あ、アームウォーマーでね、入れてね、可愛くない？可愛いね。ね、もうこんだけでめちゃくちゃあったかいもん。アームウォーマー、アームウォーマー、こんな感じでちょっとね、お家はね、これが必要でございます。お香の香をさ、やっぱ私いつも炊いてるじゃん、うん、玄関で。匂いですね。匂いで、2種類買ってきた、うん、でこれがね、なんかシンプルに、うん、こうやって置いて、うん、置くじゃん、うん、どっちも良かったんだけど、シルキーフローラルの香りがすごい気に入って、うんうん、ちょっと匂い嗅いでみて。不思議には、うわー、すごい匂い、うん、食べちゃダメよ、いい匂いでしょ。ここに刺します。こうやって刺して、うん、で、火をつけます。そしたら、うんうん、わあ、いい香り。わあ、めっちゃいい匂い、匂いしない。あ、めっちゃいい匂いね。で、これね、これ買ってきました。はい、あとはこれ見て、可愛くない？花輪さん、これ、これ電池だ、電池だ。これ2つ買ってきた。え、だから同じの2つ、だからここにタンス、阿蘇三三電池が、ね、どこだ？お、来た。おい、かわいい。おお、いいね。うわ、かわいい。いいね。いいね、かわいい。おお、なんかちょっと幻想的な。え？匂いも。匂いもあるしね。なんかいいですね。これをちょっと家に飾ろうと思う。ダイニングにちょっと飾りまーす。え、本当にくっついてんじゃん。くっつくよね。これで最後。これで最後でございます。はい。はい。はい、じゃあこれつけたまま締めましょうか。はい。はい、ということで今日は 3COINS さんの商品をね、たくさんご紹介しました。いいね。いい、これでもね、合計で1万円も多分いかなかったと思います。うん、これ全部。ね、パパもママも含め、うん、やっぱりお安くリーズナブルにお買い物できるということで、はい、はい、ぜひ皆さんも行ってみていかがでしょうか。という感じでございまして、うん、はい、今日は 3COINS の商品をご紹介しました。はい、ありがとうございました。